どうも、ハギチャンネルでええやん。ハギちゃんチャンネル。あのね、荷物にタバコの匂いがついてんだけど、どうなってんだこれ。え、荷物にタバコの匂いですか。衛生で行ったおかげで、はい、お客様は、まあ、最初怒ってたのがだんだんとちょっとやわりになって、まあまあまあそうなりますよね、基本人間っていうのは。ハギチャンネルでええやん。ハギちゃんチャンネル。はいどうも、ハギチャンネルでええやん。ハギちゃんチャンネル。気ぃ使わなくていいですよ。はい。さあということでございまして、今回はですね、千葉県の北松戸になるんですかね。そうですね、の近くにあります K ウィングさんという会社に来ております。自己紹介よろしいでしょうか。はい、あ、 K ウィングでドライバーコンサルタントという役職をやらせていただいてます。佐竹と申します。よろしくお願いします。佐竹さん、ドライバーコンサルタントって何なんですか。ドライバーコンサルタントっていうのは、はい、基本的にはドライバーさんの、はい、配達に関して教えたりとか管理、うんをしますね。なのでもう結構ドライバーさんこう扱ってらっしゃるってことですね。そうですね。今自分でどれぐらいの数やられてるんですか。今20名弱いますね。ちょっとなんとか僕のとこも来てくれないですか。管理してくださいよ。まあそうですね、ちょっと今手いっぱいだったんでごめんなさい。ケイクさんのホームページ概要欄の方にも載ってますんで、よかったらそちらもご覧ください。お願いします。まあ、今回ですね、なんか僕が会社を立ち上げたら高木社長に、はい、お話を聞いたところ、ちょっとこうなんかいろいろクレームとかもすごい実際あったりした時に、そうですね、なんか萩ちゃん社長、はい、ちょっと大丈夫ですかね、はい、あんた人に怒られるの嫌いでしょみたいな雰囲気ですごい言われて全然僕クレーム対応できますよって言ったら、はいはい、あ、じゃあちょっと我が社に来て、はい、クレーム対応できるのか見せてくださいということで今日来たんですけども、はい、結構クレームって実際多いもんなんですか。結構多いですね。あ、そうなんですね。じゃあ電話でかかってきて。そうですね、電話でかかってきたりとか、はい、あとはもう配達した先でその直接お客さんに言われて、言われてしまう。会社の責任者呼んでこいみたいな。でそこでスネガーン蹴ってうらーっと。そこはダメですよね。絶対ダメです。僕も絶対そんなやらないです、はい、当たり前のこと言いました、はい、やっちゃダメですよ、まず。あ、なるほど、なるほど。でも僕結構やっぱり電話の、まあ、昔バイトとかもやってて、はい、クレーム対応自信あるんで。おー、じゃあ結構全然いるかもしれないですね。まあまあ余裕というか、正直なんでこんなにわざわざ千葉まで呼び出されて、うん、そんな東京のハイソな行為で、ね、はい、ここまで来たんかなと。ちょっと、まあ、高木社長は恥ずかしがりなんで一切出てくれないですか。聞いてるかおい、聞いてるかちょっとね、後で謝っておきますね。まあ、じゃあ実際クレーム対応というのをちょっと、今日はよろしくお願いいたします。はい、お願いします。ハギちゃんチャンネル。暑いですね。暑いですね。暑すぎて切れそうなんですけど、僕テンパなんで嫌なんですよ。あ、僕も湿気が強くてくる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 。今ですか。全然なってないですよ。今はなってます。僕なってますけど外で緊張してますね。あ、来ましたか。乾きました。はい、行きます。これはもう出ないっていう選択肢なしですか。いや、それはないですね。わかりました。絶対出てる。わかりました。もしもし、お電話ありがとうございます。株式会社ピヨピヨの萩原と申します。あ、もしもし。はい、あの配達員のドライバーさんでしょうか。あ、はい、そうでございます。あのですね、はい、先ほど、はい、19時21時の荷物そちらに頼んだんだけど、はい、来たのが20時だったわけよ。あ、時間指定をされて19時から20時で、20時に来たと。遅いでしょ、これじゃあ。何ですか。遅いでしょ。え、すみません、ごめんなさい、何ですか。ちょっともっと早く来てもらわなきゃ困るんだよね、こっちは。あ、え、19時ぐらいに来てもらわないと。何ですか。ごめんなさい、ちょっと、すみません、ちょっとごめんなさい、電波が、ごめんなさい。あ、切れちゃいましたね。電波が悪かったな。これはまずいですね。え、まずいですね。僕よくやるその嫌なちょっと飲み誘ってくる社長とかで電波悪なりましたっていう記録っていう。ああ、まあそういう時はその方法で。え、それダメなんですけど、今回お客様なんで丁寧対応しないと。分かってますよ。今の実際、はい、僕でもほんまにちょっと心の中で思っちゃって、はい、言いそうになったのが19時20時じゃないですか。19時では21時で指定じゃないですか、はい、でその指定時間内でクレームってどういうことなんですか。まあ基本的には配達のルール通り配達員の方は今やりましたよね。やってるんで問題はないんですけども。問題ないじゃないですか。だからこの人がちょっとだからあんまね、世間的に誰かもしれないですけど結構いかつめのやつってことですよね。まあそうかもしれないいや、そんなことどうするんですか、こういう時は。やっぱりお客さんによっては、はい、その19時か21時に指定をしていても、はい、19時に来るもんだと思ってる方もいまして。ああ、なるほど。やっぱお客さんによってはその配達員のルールって知らない人の方が多分多いと思うんですよね。確かに。あ、僕もじゃあ思ったことでもあるかもしれないです。はい。いやいや、急いでんねんね。そうです。なんで、あとこんな指定時間長いねんね。そうです。あれ、なんであんな指定時間長いんですか。
まあ一応午前中は全部午前指定っていう形になって、はいはいはい、なってます。なぜかっていうと午前指定の荷物かなり多いんですよ。そっか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 。一日60件とかある時もあって、確かに確かに、本当回り切れるか切れないかのギリギリのラインなので。なるほど。まあ、だからこうざっくりとお花の時間でこの時間だったら遅れないだろうっていうのを計算してってことですね。はい。あの場合のじゃあクレームで来た時はどういうふうな対応がベストなんですか。もうまあ相手とルールを守ってはいるので、はい、ルールはこういうルールですので、申し訳ございませんでしたと、うん、あのまあ基本的には停止で申し訳ございませんと。なるほど。電波作戦はダメと。そうですね。とりあえず謝ってそうです。一応ルールは守りましたと。はい。まあでもまあお客さんの、はい、あのちょっと怒りが収まらないようであれば、あのじゃあ今後は、お客さんの個人的にはあのなるべく早く配達しますので。なるほど。とか、まあ、時間指定を早めていただく、はいはい、っていうような感じで、まあ一応そういう言葉をかけてあげるっていう。そうですね。わかりました。はい。難しいな。でも一件目から難しかったですね。難しいですね。なかなかこういうクレームがあるとちょっとどうしていいか確かに分からへんな。はい。僕はクレーム言ったことないですよ、ちなみに。そうなんですか。はい。自分もないですね。心の中で思いますけどね。来ました。もしもし、株式会社ピヨピヨの萩原と申します。お電話ありがとうございます。あ、もしもし、ピヨピヨさん。はい。あのね、荷物にタバコの匂いがついてんだけど、どうなってんのこれ。え、荷物にタバコの匂いですか。何、そっちのドライバーさんは何、配達中にタバコ吸わしてるってこと。いえいえ、こちらのドライバーはあのタバコ吸うドライバーはもういないので。タバコの荷物にタバコの匂いついてるのおかしいでしょ。それはおかしいですね。どういうことなんでしょう。全くわからないですね。いや、それ俺が聞いてんだから。ね、どうなってんの。都市伝説かなんかとそういうことなんですかね。難しいですよね。いやいや、知らんわ。知らないですよね、確かに。ちょっとどうなる、こっち責任取ってよ、ちょっと。いや、すいません。それでも本当にタバコをうちのドライバー吸ってないので、もしかしたらですよ、その可能性で言いますと、お客様のちょっとこう、お花の、お穴と言いますか、その中にちょっとタバコの。バカにしてんの。いや、違います、すいません、すいません。違います、すいません。ごめんなさい。どうなってんだよ、これ。すいません、申し訳ないです。すいません。どう対応してんの。これはでも本当に申し訳ないとしか言えないんですけども、あのうちのドライバー何ですか。何ですか。大事な荷物なんだけど。なごめんなさい、すみません、何ですか。だから何度も言わせない。ちょっと電話ください。はい、すみません。やばいやつでしたね。はい。やばいやつでした。こっちは言いましたからね、全部対応完璧でしたね、今ので。まあそうですね、ちょっと今のもアウトですね。ですね、わかりました。もう正直自分の手数は出したんで。なるほど。無理だなと思ってどうしようと思ってちょっと切っちゃいましたね。まあ、この場合はですね、もうタバコの匂いついちゃってるものは仕方ないので、やっぱり大きな倉庫に荷物を集められて、その時にもしかしたらタバコの匂いがついてしまったのかもしれないです。喫煙所から流れてきたタバコの匂いが。まあだってドライバーさんもそれってかわいそうですもんね。そうなんですよね。本当に吸ってなくてタバコの匂いがするっていうのは、はい、かわいそうなんですけども、はい、まあお客様がそうおっしゃってるので、確かに、まあ、真摯に受け止めて、はい、その場合じゃあお荷物の交換をいたします。あ、大変手当てでということで。なるほど、はい、もうそこまで。そうですね。まあでもそれってすごい難しいところですね。難しいところであるんですけど、ドライバーさんに注意ももちろんできないですし。はい。なるほどな。まあとりあえず一貫することはもう停止姿勢で。そうですね。早まってできるだけの対応をするということですね。できるところまでするということ。なんとなくもコツはつかめてきました。はい。正直今の2回までは佐竹さんをびっくりさせようと思った。まあ僕もびっくりしましたね。はい、こちらのお遊びにちょっと付き合いごめんなさい。あと1回。そうですね。あと1回。はい。これが本番だと思ってます。はい。今までのはほんの序盤です。ドラゴンボールで言ったら、はい、ピッコロとかがこうターバンとかを脱いだみたいな。ああ、なるほど。はい、気づかなくていいんじゃない。わかりました。実際にクレーム来たら嫌いな。穏やかな世界になってほしいですね。はい。あ、よしよし。よし。見ててください。はい。もしもし、お電話ありがとうございます。株式会社ピヨピヨの萩原と申します。あ、もしもし、ピヨピヨ系貨物の人ですか。はい。あのね、はい、あの、ゲームのね、はい、何でしょう。手渡しってお願いしたのにポストに入ってたんだけど。あ、手渡しとお願いされたのにポストに入ってましたか。そう、こっちはね、12時ぴったしにね、ゲームやる予定だったのにね、はい、ポストに入ってたら何時に来たか分かんないでしょうか。あ、すいません、申し訳ございません。こっちだからお願いしてさ、あのさ、あの、手渡しでしてって言ったのにさ、はい、どうしてくれんの。こっちも最初からもうすぐにね、ゲームやりたかったんだけどさ、はい、責任取ってよ。
申し訳ございません、本当に申し訳ございません。なんで手渡してって言ってんの、手渡してくれないんだ。しっかりとあのドライバーの方にも教育させていただきますので、この度は本当に申し訳ございませんでした。本当にちょっと次からそういうことないようにしてください。はい、二度とないようにさせていただきますので、本当に今回申し訳ございませんでした。お願いします。はい、ご不便おかけしました。今後ともよろしくお願いいたします。はい、失礼いたします。どうでしょう。おー、よっしゃ。今こう、はい、ハイジャーさんが先生で行ったおかげで、はい、お客様はまあ最初怒ってたのがだんだんとちょっとやわりになって、まあまあまあそうなりますよね、基本人間っていうのはやっぱり、はい、それで自分まあ次から気をつけてよっていう言葉をいただけたので。なるほど。まあクレームそれ配達自体は間違えてはいるんですけど、はいはいはい、ポストに入れちゃいけないものを入れてしまう。まあだからここはドライバーのミスなの で、 そうです、ね、しっかりとドライバーに注意をするっていうところですね。そうですね、ダメだよというのを言うっていうことですね、はい。今の対応じゃは OK だと思います。まあまあ最初から分かってましたよ。いや生意気ってする。いやでもやっぱり一回して思うのが、まあどこの世界もそうなんですけど、クレーム対応があった時はもう本当にとりあえずひたすらもう謝罪の意を伝えるっていうのと、まあどういう対応をするであったりとか、はい、まあドライバーに言うのであればドライバーにこう言いますだとか、先ほどの商品代品を公開しますとか、はい、こういうことを伝えて安心させるということですね。そうですね。そうまとめつけていただくと何点ぐらいでしょうか。今日の点数はですね、はい、100点ということでありがとうございます。すいません。はい、100点でお願いします。言っていいんですよ。そろそろムカついてきたでしょ、切れてきた。いや、そんなことはないですよ。え、実際何点ぐらいでしたよ。実際は、まあ、最初の2つはごめんなさい、ちょっとやっぱふざけました。まあ、最初の2つなしで、はい、最後のだけだとすれば、はい、まあ、95点で。やっぱり普段から謝り慣れてるだけありますね。はい、結構謝ってきましたね。もうすぐ土下座もやりますし。土下座まではしたことはないです、はい、なんかあったらね、人の尻の穴でも舐めようと思ってますから、はい、よかったです、そんなんが生きてきました。はい。すいません、ちょっとじゃあこれからももしかしたら撮影でいろいろと協力していただいたり、はい、いろいろご指導もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。というわけで、ケイングさんでクレーム対応させていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。もうええて。それでは聞いてください、100年越しの I love you。ごめんなさい、何これ。イエイエ、ハギちゃん誰ですか、あなた。ちょっとワン、ツー、スリー、フォー、ハギちゃん。ファイブやで、何ワン、ツー、スリー、フォー、ハギちゃんで。イエイエ、ハギちゃん。イエイエ、誰ですか、あなた。チェックザ、ハギちゃんチャンネル。何をチェック、かっこいいの入ってきたな。何これ、ハギちゃん、ハギちゃん言うな。イエイ、ハギちゃん。イエイ、ハギちゃん、ちょ、ファンファンファン、かっこいいね。カモ、ハギちゃん。どこ行ったらいいね、カモ、ハギちゃんって。レッツダンス、ハギちゃん。なんで踊らなあかんねん。イエイエイ、ハギちゃん。それやめろ、イエイエイ言うの。ワン、ツー、スリー、フォー、ハギちゃん。ファイブや言うてんねん。それやめろ、ワン、ツー、スリー、フォー。イエイエイ、ハギちゃん。なんやねんこれ。おい、チェックザ、ハギちゃんチャンネル。何言うの、かっこええねんこれ。おっ、ハギちゃん。ちゃうちゃうねん、ちゃうねん、ハギちゃん。ラブソング歌いたいな。何よ、カモ、ハギちゃん。こいったよ、もう踊ったらええかも。いや、終わったやないかこれ。もうええて。